フラミンゴはなぜ一本足で立つのか、なぜサソリは暗闇で光るのか、だってできちゃうから。いえいえ、実はもう少し深い意味があるんです。今日は人や動物、それ以上のものに関する科学的事実を一挙公開しちゃいます。こちらはアプさん。彼の手のひらに注目です。何か見えますか？指先をよく見てください。アプさんとその家族には大変稀な遺伝子異変が見られるんです。全世界でもこれが見られるのは数家族だけと言われています。なんと指紋がないんです。この症状は先天性指紋欠如疾患と呼ばれていて、広く知られ始めたのは2007年のこと。そんなに大したことないでしょうと思うかもしれませんが、指紋の役割を思い出してください。例えば携帯の解除を指紋で行ったりなど、指紋自体は世界で最も集められた生体認証データのうちの一つですよね。アプさん一家は世界中で指紋が認証条件として使われ始めてから大変な苦労をしています。2008年、バングラデシュは成人に対して国民 ID カードを配りました。どのデータが必要だったと思います？そう、親指の指紋、母印です。アプさん一家をどう処理していいか迷った役員は、最終的に指紋なしと記載して一家に ID を渡したそうです。同じように2010年、パスポートや運転免許にも指紋の掲載が義務化されました。アプさん一家は公共機関からの診断書を持っていきますが、それをもってしても問題に巻き込まれることも。2016年には SIM カード購入の際、国のデータベースに記載された指紋認証が必要となりました。 SIM カードの会社はアプさんの症状を認識していなかったために、彼の母親の名前で登録しなければならない展開に。他にも同じような例があります。それはとあるスイス人女性がアメリカ合衆国に入国しようとした時、全て問題なく進んでいます。顔写真とは合致しますが、照合する指紋がないのです。指紋自体がないんですから当たり前です。この症状は遺伝で広がるので、家族の中には指紋を持つメンバーが何人かいることもあります。幸いこの稀な症状は生活する上で少し困ったことはあるものの、普通に生きていく上で問題はないようです。ピサの斜塔といえば片方に傾いている絵が思い浮かびますよね。もしかするとその情報アップデートが必要かもしれません。斜塔は少しまっすぐにされたんです。斜めの塔がユニークなデザインなのは確かですが、塔自体の保存を考えるとその角度は最善策とは言えません。12世紀に建てられた塔はまっすぐにする必要があったんです。一般公開は禁止され、補強作業に取り掛かります。エンジニアは鉛製の釣り合う重りを基板に流し込み、土台の土を取り出しました。努力の甲斐もあり、塔は約4センチまっすぐになりました。これは大事なんですよ。より安全に強化された土台のおかげで、2001年に一般公開が再開されました。有名なインカ帝国の城塞を見るためにイタリアからペルーに出発。マチュピチュの本体部分を見ることは不可能だって聞いたことありますか？そうなんです。全体の構造の6割は地下に眠っているんです。インカ帝国は閉ざされた王国。さまざまなルートやチャンバーなどが発掘されているにもかかわらず、専門家は地下に隠されたものとは比べ物にならない量だと語ります。インカ帝国は地下深くに建設されたのです。さらに大規模な採石排水システムを作り上げており、こうして自然と共存していたんです。この事実だけでも息を呑むようなエンジニアの傑作を見に行くのに十分な理由と言えますよね。お次は日本で発明された変わったアイテムを紹介したいと思います。アイスクリームが大好物のあなた、必見ですよ。日本の科学者が溶けないアイスを発明したんですから。イチゴから見つけた化合物を使って30度の炎天下でもアイスクリームを凍ったままにしておけるというのです。水と油が分離しにくい材料を使っているため、普通のアイスクリームよりも溶けるのが遅いそうです。アイスクリームから次は可愛い系、アニマル王国へ出発。どうして猫がゴロゴロと喉を鳴らすのか疑問に思ったことはありませんか？嬉しい時に喉を鳴らすのだと思っている人も多いと思います。実はもっと理由があるんです。半分無意識で半分本能的なコミュニケーション能力で、ストレスの対処法、そして体を癒す目的でもあるんです。
怪我をした時やストレスを感じた時に喉を鳴らすんですよ。生まれたばかりの子猫はまだ目も耳も上手に機能していません。2週間ほどこの状態が続きますが、子猫は生まれて数日で喉を鳴らし始めます。母親に自分の居場所を知らせるのと、もちろん空腹を訴える方法だとも考えられています。猫は成長しても喉を鳴らすことを続けます。だからこそ餌の時間によく喉をゴロゴロ鳴らすんですね。ストレスに対応している場合のゴロゴロですが、人間が涙を流すのと同じように考えてみてください。ストレスを感じた時に涙を流すように猫も喉を鳴らしてそれに対応しているのです。猫のゴロゴロは私たち猫自体、そして周りの猫に対するセラピー的な役割を果たします。怪我をした猫の隣に寄り添って喉を鳴らす猫もいると獣医師は話します。これをパーセラピー、直訳するとゴロゴロセラピーと呼ぶ獣医師もいます。家猫のゴロゴロはだいたい 26Hz で、これは組織再生を支える領域とされています。自然の中で猫科の動物は1日のほとんどを地面に横たわり、獲物を待って過ごします。この状態でもゴロゴロして骨を刺激すると骨が弱りません。人間にも同じことが言えます。ゴロゴロのような振動を伝える商品がセラピーで使われますし、専門家の中には宇宙飛行士の長期宇宙勤務中、振動するプレートを足につけることで骨密度を保持するのに役立つと語る人たちも多数います。ゴロゴロはただの振動じゃないんですね。次はフラミンゴのお話。フラミンゴというと2つのことが思い浮かびますよね。1つはピンク色、2つ目は一本足で佇む姿です。この一本足で過ごす理由についていくつかの仮説があります。何時間も一本足で過ごし、日中の昼寝の時間ですらその状態で過ごすんです。動物学者の中で最も支持される仮説がこちら。一本足で立つのは一種のエネルギー節約モードだというのです。足一本で立つことで筋肉の疲れを避けるのだとか。二本足で立つよりも一本足で立つ方がバランスが取れるそうですよ。これは人体や腱の場所に関係するもので、一本足で立つ方が体の位置が安定するそうです。全てを手に入れられないのは鳥同士にも言えること。オスに関して言うと歌が上手か見た目が良いかのどちらかに分かれるというのです。科学者が500種以上の鳥類を分析した結果出された結論です。色とりどりの羽を持つ鳥の種は普通レベルの歌声で、それに対しメスと同じような見た目だったり、あまり見た目で勝負しないタイプのオスは歌のスキルが抜群なんだそうです。オスの鳥類は見た目も綺麗で歌声も素敵というのが不可能だと分かったところで、次の話題はツノメドリ。なんと彼らのくちばしは蛍光性なんです。大西洋ツノメドリのくちばしは紫外線の下で光るんです。しかも彼らは紫外線波長を見ることができます。ですから日光の下でもお互いに光るくちばしを見ることができるんです。くちばしの根元の何かが関係して紫外線を吸収し輝かせることができるようですが、肝心の何かはまだ解明されていません。他の鳥の注目を得るために光らせるのかもしれません。暗いくちばしの角目鳥はモテないんですね。他にも紫外線の下で光る動物はいますよ。例えばこちらのサソリ。サソリは夜間の視界を助けるために光ると考えられています。多くの科学者は月から放たれる紫外線を光に変えるのだと考えています。緑っぽい青色で光るのですが、サソリ自体によく見える色も緑と青色なんです。ナナフシやヤスデ、バッタ、さらにある種のカエルなども紫外線の下で光ります。もし紫外線モードで周りが見えたらどんな感じなんでしょうね。